はーい。それでは残り5分となりました。ご飯が5分で炊けます。あと、楽しみ。めちゃめちゃいい匂いしてます。やばい。で、お肉の解凍もね、終わりました。流水解凍です。見てください、この厚み。めちゃめちゃ分厚い。で、一応、どうしようかなと思ってて、お肉を先焼いて食べてからにしようか、ご飯を食べてから焼くか悩んでるんですけど、いや、もうお肉いっちゃうか。じゃあ、ちょっと、これカルディで買ってきた、なんか、100円で売ってて、この、シチリアンレモンサワーっていう、カルディオリジナルのお酒が売ってたので、ちょっとお酒飲みながら、お肉焼いていきたいと思います。あと4分。やばーい。え、これ、ご飯って、ゼロになったらすぐ食べていいのかな？ちょっと待った方がいいのかな？わかんない。じゃあ、素敵な炊飯ジャーとお米と、ハラミのお肉に、乾杯！ありがとうございます。乾杯！おいしい。ちょっとずっとご飯食べてなかったから、めちゃめちゃ楽しみ、本当に。初晩ご飯。よし。じゃあ、ついてるね。これ油引いた方がいいのかな？どうなんだろうね。めっちゃ弱火って書いてあった。なんか強火よりめっちゃ弱火でやるといいって書いてあった。どうしよう、油引いた方がいいかな？油引くか。ちょっとじゃあ油持ってきます。あと3分。やばーい。やばいやばいやばい。この絵めっちゃ強い。やば。油。なんとなくオリーブオイルにしようか、じゃあ。オリーブオイルちょっと入れまーす。よいしょ。塩っていつ入れればいいんだろう。食べる直前でいいのかな。ちょっとわかんないな。塩を振るタイミングがわかりません。まあ、やるか。まあ、やりますか。ね。今、弱火で今、つけてます。ちょっと安定しないな。よいしょ。結構入れすぎちゃったかな？大丈夫かな？ちょっと入れすぎちゃったの？これ。ちょっと入れすぎたかな？ちょっと油、戻そうか。ちょっと多いよね、多分。はい、少し油減らしました。じゃあ早速焼きまーす。やばーい、楽しみ。いきますよ。見てください、この分厚いお肉。これやばくない？ほら、めちゃめちゃ分厚い。焼きまーす。よいしょ、いってらっしゃい。わー！やばーい！やばいやばいやばい。すごいすごいすごい。やばいやばい、すごいすごい。ちょっと2枚くらい焼いちゃおうか。ね。いい色。なんか弱火がいいんだっけ？確か弱火。すげえ油跳ねる。やばいやばい。ここ台所じゃないのにやばい。油めっちゃ跳ねる。どれくらい焼けばいいんだろう。さっと炙るくらいでいいのかなぁ。よく焼きではないよね。だって、牛肉だもんね。すごいね。今お塩かけちゃおうか。そして今ね。今お塩かけたら多分、ちょうどいいよね、多分。ちょっと塩のかけるタイミングがわからなかったので、今かけます。お塩。胡椒もかけちゃおうか、今。ね。倉庫行ってる間にあと1分。あと1分でご飯できます。胡椒。すごいいい匂い。やばい、めちゃめちゃいい匂い。じゃあ、ひっくり返しまーす。わー、すごい。わー！ ハラミ、やばい。何これ。やばい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 。絶対美味しいやつ。うーわ、お肉、うーわ。ご飯も炊けました。やばい。やばい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 。パーティーパーティー。やばいやばいやばい。ご飯炊けました。これ、すぐ開けていいのかな？ちょっとわかんないけど、開けちゃおうか、せっかくだからね。じゃあ、秋田小町の無洗米の
開けますよ。いきますよ。いきます。せーの、ほい。わーなにこれ、お米ツヤツヤピカピカ。やば。え、やばいやばいやばい。え、ちょっともう、あ、でもなんかもうお肉もいい気がするな。そしたらお肉止めて、火を止めました、お肉の今。多分余熱とかでね、火が通ると思うんで。やばーい、お米ツヤツヤ。やばすぎる。わー、すごい。ちょっと今、もう一個の携帯でお米を取っております。激写。やば。え、なにこれ、やばい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 。やば、お腹減ってきた。やばいやばいやばい。なにこれ、なにこれ。え、もうこれだけでもなんかね、お腹いっぱいだよね。すごすぎる。ほくほく。え、待って、じゃあ、行きますね。うわー、すごーい。うわー、うわ、優しい、優しい。優しい。すごい優しい。うわー、うわ、お米つやつや。つやつや。ほら。もっちりつやつや。うわ、すごい。これは贅沢。スーパー贅沢。待って、こんなの食べていいの？許される？こんなん。こんなすごいご飯食べて大丈夫？バチ当たらない？やば。一旦じゃあ閉めておきますね。じゃあせっかくだからお米だけでいただきましょうか。この、はい、白米、やばい。やばすぎる。うわぁ。うわぁ。つやつや。ピカピカ、もふもふ。じゃあ、早速白米だけいただきまーす。わー、楽しみ。すごいなんか水分、ツヤツヤ感がすごい。いただきまーす。なにこれ、やば。やば、なにこれ。もちもち甘い。え、すごい、これ、なにこれ。なにこれ、美味しすぎる。うわ、これは止まりません、本当に。なにこれ。え、食べたことない、こんな美味しいご飯。やば。何も味付けしないのにめちゃめちゃ美味しい。じゃあ、せっかくだからね、早速、この、いただいたハラミも。めちゃめちゃ贅沢。なにこれ、やば。ちょっと待って、やばくないですか、これ。見て。スーパーハラミとスーパーご飯。スーパー炊飯器。やばい。え、ちょっと待って。楽しみ、楽しみ、楽しみ。楽しみ、楽しみ。ちょっと待ってね。うわー。では、早速、いただきまーす。ハラミどんな味なんだろう。いただきます。うわ、すっご。やばすぎる。このお肉とこのご飯のコラボやばすぎる。ちょっともう一個お肉いきます。あったかいうちに。じゃーん。ほら、やばくないですか？ハラミ、めちゃめちゃ分厚い。いただきます。お肉、ほどよい弾力があって、うまみがすごい。噛めば噛むほどお肉の旨味がすごいです、これ。やばい。白米どんどん進む。やばい。
めちゃめちゃ美味しい。うん。よそったご飯全部食べられました。全部食べちゃった。何これ幸せ。この幸せがまだ続きます。この量2合炊いたんですけど、たっぷりあります。お肉もたっぷり 250g。 やばい、もう本当にめちゃめちゃ美味しい。じゃあちょっとゆっくり食べていこうと思います。いやー、もう本当今日仕事頑張ってよかった。お昼ご飯が12時ぐらい食べて、今12時だから、ちょうど12時間ぶりのご飯、めちゃめちゃ染みます。本当に美味しい。いや、素敵なものをいただきました。本当ありがとうございます。これから私の食生活が、スーパーになります。本当に。ずっとね、この炊飯ジャーがなくて、このお鍋でご飯炊いてたんですよ。慣れないながらもやってたんですけど、全然違いますね、レベルがね。まあ、そもそもお米がやばいっていうのもあるんですけど、このお米と炊飯ジャーと、このスーパーハラミのこの3点セット、これはもうね、間違いないです。もう幸せです。もう誰もが幸せになるセット。本当にありがとうございます。素敵なものありがとうございました。ではこの後ゆっくり食べて、味わって食べていきたいと思います。本当ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた、ありがとうございます。バイバーイ。